どうも、やってまいりました。中山筋肉でーす。パワー。はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、もう元気いっぱいですね。<laughs> パワー、ありがとうございます。はい。ありがとうございます。元気だけが僕の売りでございますので。もう本当に朝から、はい、素晴らしい筋肉も。ありがとうございます。いいいますはい。 改めてご紹介いたします。D. M. M. A. 会話のアンバサダー中山きんに君です。どうもよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。もう本当にね、この仕上がり具合に安心感を覚える感じではございますけれども。は、ね、<ー> <laughs> いや、もう僕なんてもう仕上がりしか、もう取り柄がありませんので。<laughs> いや、でも、はい、でも、本当にありがとうございます。今日はあのオリジナルの、で、このタンクトップを着ていただいて。<ら>もうばっちりですね。お気づきでいらっしゃいますでしょうか。 普段はね私も何もない無地のタンクトップでございますけど、今日はもうアンバサダーに就任ということでオリジナルのタンクトップを用意していただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、さすがアンバサダーということでこれからいろいろと話を伺っていきたいと思います。<laughs> うますもうちょいちょいねいい発音を挟んでいただいてありがとうございます。出ちゃいますね。やっぱ今日はねこの英会話という言葉でねアンバサダーに選んでいただいておりますので。はい はいはい、私も,もう英語の方は自信があるのでやっぱちょくちょく出ると思いますけれども、はい、お願いいたします楽しみにしております。はい、ということでお話伺っていきますが皆様ここからトーク中のフラッシュの撮影はご遠慮くださいますよ。うお願いいたしますさあということで早速今日はアンバサダーに就任ということを記念いたしまして、はい、まあいくつかね今もち,ょっとちらっといろいろと発音していただいたんですが、はい、いくつかですね中山君に難しい発音の 単語ですとかフレーズですとかそちらに挑戦していただきたいんですがちょっと眼鏡に手こずっていらっしゃいます大丈夫ですかすみませんいやあのアンバサーダーに就任ということでなんか記念品か賞状かもらえるかなと思ったんですけどこれはそれおしゃれメガネはいちょっと気合を入れていただくためのアイテムをご用意いたたししましたそういうことか。 これはなんか大喜利の振りかな、か,かボケましょうかな,かなと思ったんですけどそうだうけは。けていただいてもいいですけど、ノー、き綺麗なノーをいただいてしまいましたこちらは、はい、あかけていただいて、ぜひ、はい、あこちらを、じゃちょっとこうかっこいいパターンも見ていただくということでございますでしょうか。はい素敵です ね、こちらの D. M. M. 会話のオレンジが、はい、差し色に入っておりましてね。あ、そうですね。こちらのね、はい、オリジナルのね、いカラーですね。はい。はい。まあ、そんな筋肉なんですけれども。はい、ロサンゼルスの筋肉留学の際は、一日なんと睡眠三時間で。英語の勉強に没頭していらっしゃったんですよね。はい、そうですね。はい,はい。はい。とても本当に努力されて。 この後って書いてますけど、まだ、まだ大丈夫。いいんです、いいんです、あ、もう、かけといてください、つけといてください。ありがとうございます。いやいや、大丈夫です、もう、本当に、いつでも大丈夫ですから、メガネの。中回も、筋肉も素敵です。はい。ということで、発音も素晴らしい。英語で。勉強しっかりしておりましたよ。はい。というところで、今日は。メガネをかけて、気合も入れていただいた上で。はい。発音をいくつか、チャレンジしていただきたいと思いますけれども。はい。よろしいでしょうか。そうですね、あの、私、実際にですね、あの。 筋肉留学といいましてアメリカ・ロサンゼルスの方に2006年から4年半しっかりと留学しておりました、はいでまあ、筋肉留学とはいえです、ね、あの4年半行って帰ってきたときにし,しっかり痩せて帰ってきたということなんですけれどもなぜかと言いますとしっかりと本当に勉強しておりまして、はい、で一応あのサンタモリカカレッジというです、ね、2, 2年生の大学があるんですけれどもそちらでキネジオロジーといいまして運動生理学部 しししっっかりり単位を取てて卒業してまいりました、はい、もちろん授業もちろんですけれどもテストも教科書もすべて英語でございますのでその時にしっかりと勉強して帰ってきた分痩せてしまったということですね、はい、でもその分発音には自信があるということですよねもう任せてください現地の本場の英語をしっかりと身につけておりますので自信はめちゃくちゃあります はいじゃあ先ほどからもちょいちょい出していただいたその自信をこれからいね発揮していただければと思いますので、はい、よろしくお願いいたしますわかりましたさあではまずは一つ目お願いしてよろしいでしょうか、うん、チャレンジということですねはい<ん>チャレンジをどん,どんな難しい単語と言いますか発音が来ても私は自信がありますいいですね、はい、じゃやっぱり今日はねこの就任していただいた こちらの単語をやっぱりお願いしたいなと思うんです。これも難しいんですよ。はい、日本人にとっては。はい。はい。じゃあ。このあ、出ておりますね。<A> はい。あ、こちらお願いしてもよろしいでしょうか。任、はい、せてください。これやっぱ正式な発音なので、ちょっと。あのスイッチを入れます、ね。はい。準備運動がいるんですね。あ、やっぱこう間違えれないっていうところがありますね。はっ。はっ。はい。行きました。では本番で。はい。お願いいたします。 DMMA 会話アンバサダーちょっと気合い入れすぎてちょっとあの本場とちょっと違うようになってる気がしたんですけど気のせいですかね気のせいです、それは気のせいですか完全なお姉さんの気のせいですね本当ですかはいじゃちょっともう一回もう一回,う回, <laughs> う回いいですか、ね、もう一回もう一回もう一回アンバサダーいいですかもう一回、任せてください もう一回やるのだろうか <laughs> あの受け具合でもう一度というふりがきてしまう <laughs> え,えちょっとこのあの本当に気合入れてアンバサダーお願いします、はい、任せてくださいよ、はい、いきますよそれではいきます、はい、DMM 英会話アンバサダーなぬぬ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 ぬ はいありがとうございます。はい、い,ますいやすごいですね。やっぱりこれはあの欧米の方も聞き取りやすいですかね。はい自信があります。自信があるんですね。はい、素晴らしいです。二回やりましたからね。はいそうですね。はい、いやもう本当ちょっと違うパターンも聞けるのかななんて思ってたんですけどもはいありがとうございます。素晴らしかったと思います。すはいでは。違うパターンの閉 <laughs> まった。 違うパターンの振りだったんですね、お姉さん。いやいやすみませんあの無茶振りしました。ごめんなさい。いやいや。はいじゃあまあまだ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 この後まだまだ続くからそのプランもあったんだ。はい。では二つ目に行ってみましょう。二つ目ありますからね。はい。いきなり一個目から二個行きましたけど。そうですね。はい。じゃあ二つ目に行ってみたいと思います。ちょっと今度長いですよ。なんでしょう。ねあの今出ておりますが。はい。 はい、日本人的に発音すると「レッツ・トーク・ウィズ・ザ・ワールド」ということで片仮名を詠みましたがそれでは通用しないですね通用しないですかねやっぱりはい、はい、じゃあ筋肉の素晴らしい発音でこちらも「お願いいしますはレッツ・トーク・ウィズ・ザ・ o r l d <laughs> すごいおたけびが、はい、ありがとうございましたありましたけどもこれはあのー、しっかり通じる感じですかねこれもそうですね一応僕は本場で学んできてはい自信がありますねそうなんですねはいもしかしたらやっぱちょっと緊張感もある現場でございますしてこのちょっと眼鏡をかけているのであのー、ちょっと 自分の思ってる発音とは違うかもしれないですけど、後に見たらね。いいですか？メガネ取ってもう一回とかいい大丈夫ですか？メガネを取ってもう一度。いやいやいや、あのただの提案ですので気にしないでください。ただの提案。思いっきりマイクが入っております。はい。はい、ありがとうございます。じゃあでもやっぱりあの中山キンニ君といえば、はね、もっと素晴らしい発音もできると思うんですよ。はそうですか？はい。はい。なんかいつもね、こうよく いろんな場面で見ているあのワードあるじゃないですか。あれをやっぱり生で聞いてい得意なええ。ありますよちらお願いしてもよろしいでしょうか。アーノルド・シュアル・ツネッカーさんの発音ですね。ちなみに MC のお姉さんは英語は得意なんですかあ、そうですね。人並みにぐらいぐらいな感じですか。アーノルド・シュアル・ツネッカーさんの発音、ちなみに言ったらどんな感じですか ああ、はいはいはい、ああ、でもいいですね、いいですね。今ちょっとネガの部分噛みそうになりましたけど、ね。あ、いや、でも素晴らしいです。はい、でも、それよりも、やっぱり。そうですね。はい。ネイティブの本場の英語を学んできたのは、私ですので、はい、私に生かしていただきたいと思います。お願いいたします。はい、それでは、いきましょう。正式なアーノルドシュワルツネッカーさんの発音です。いきます。アーノルドシュワル。 セネーグル。<laughs> <laughs> はい、ありがとうございます。いやー素晴らしいです、ね、はい決まりました。はい、これは全、ね、般もうちゃんと聞き取ってもらえる感じですかね。<え>あちら行けば。これがもう間違いなくネイティブですね。僕があのしっかりと勉強してきたのをそのまま出しました。前半部分も。<laughs> もちろんそうですね。<laughs> はい、すべて、あれ発音が、やっぱりセットになってますで。素晴らしいですね、さすが本場で、ね、お勉強なさっていただきあって。はい。私もご本人に聞かせたい感じですよね。ありがとうございます。そうですね。はい。いつの日かね、そんな機会もあるかもしれないですね。ありがとうございます。はい。さあ、ということでですね、筋肉にはまだまだ、お話を伺って、まいりたいと思います。ちょっと一歩だけ、前の方にお願いいたします。はい。前の方に、前の方にお願いいたします。はい さあ今でいろいろと発音の本も難しいものを披露していただいたんですが続いてはですね筋肉に聞く英語学習の極意ということで増田さん、そして DMMA 会話代表の坂根健太郎さんにもご登壇いただきまして筋肉の英語学習や筋肉留学のご経験についてのエピソードを伺いながら英語学習を続けることの秘訣を伺っていきたいと思いますそれでは坂根さん増田さんんよろししくお願いいたします。 はいお願いいたしますお願いいたしますはいよろしくお願いいたします本日はこのお三方にいろいろとお話を伺ってまいりたいと思いますどうぞおかけくださいはい、はい、よろしくお願いいたしますさあということで早速なんですけれども増田さんはい、はい、あの今回ですね、はい、なぜこの DMMA 会話のアンバサダーに筋肉の起用を決められたんでしょうか くんはあはあの筋肉留学、はい、お話しされてましたけど渡米されてまして、はい、あのロサンゼルスで英語学習経験するなどあの肉体の強化のみならずにあの英語力の強化に関してもあの非常にストイックなトレーニングされてて成功されていて、はい、今回、我々のスタンダードプランが続けやすい新価格になったというところでより あの筋トレと同じようにあの英語も日々トレーニングをあの継続していることが大切というところを表現していただきたいと英会話についてもその継続することすごい大切なところになりますので一番続けやすい英会話へあのこういったを目指していく DMM 英会話の,あの魅力みたいなところですよね一緒に広めていっていただけるかなと思ってましてお願いまし、はいありがとうございます。ももうれれる熱い思い思でしたけれども、はい どうですすか筋肉こいいや大変嬉しく思いますね、はい、やはりあの僕、真剣にねトレーニングはもちろんやっておりますしその筋肉留学の時ね今も引き続きですけども英語もしっかり勉強しておりますしやはり言っていただいたのはその継続しているということで、はい、あとはねもう私、パワーとやのみでやっておりますけどもそれも24年継続しております、はい、だそういうところを評価していただいたというのは大変嬉しく思います。 はい、はい、ありがとうございます。ますでも本当にね。頼もしいなと思うんですが、まあ、ではですね。ここから2つのテーマをもとに筋肉にお話を伺っていきたいと思います。はい、さまず1つ目なんですが、英語で広がる世界というテーマです。ま筋、あ、肉といえば、筋肉留学を含め、非常に長い間、まあやーとパワー、そして英語学習も続けてこられたと思うんです。けれども、改めてこの英語を学習しようと思った。きっかけって何だったんですか？はい、先ほどもちょっと。 お話しさせていただきましたけれども2006年から2011年までのですね約4年半になるんですけどもアメリカロサンゼルスの方で筋肉留学ということで私行ってまいりましたはいで筋肉留学って一体何だってよく言われるんですけれどもあのしっかりと説明しますと私行った理由が2つありまして1つはロサンゼルスというところのまあ一番西海岸の辺りにベニスビーチというところがありましてそこにですね 通称マッスルビーチと言われているんですけども、もう野外にジムがあって、ビーチ沿いでなんかいろいろバスケットコートがあったり、ボクシングのサンドバッグがあったり、みんなすごいローラーブレードとかで運動してるんですよ、その写真をですね僕、トレーニングを始めた17歳の頃筋肉雑誌で見まして、その時に、あここで一回住んでみたいな、こんな世界があるのかっていう衝撃が受けました、そこで夢を叶えたい、一個、ここで生活してみたいっていうのが一つ、もう一つは、ハリウッドもありますので、僕はテレビの映画とか、 ああテレビのオーディションとか映画のオーディションを受けに行くっていうのでその2つの理由で僕は筋肉留学っていう言葉にして行ってまいりましたはいだからそこでもちろんねいろんなオーディションも受けたいしマッチョの人とのコミュニケーションも取りたいっていうこともあるので英語をしっかり勉強してっていうことでそれが英語の勉強のきっかけになりますすごいですねはい,いやじゃってことはアメリカ進出を考えてたってことでもともと英語が得意だったっていうことですかいえ僕はもう 普通に高校卒業ですので高校までで普通に英語の勉強をやってそこから僕が行ったのが28歳ぐらいだったんですけども10年間は全く英語の勉強もせずだからもう本当に一から勉強しないといけないような状態でアメリカの方に行ったという感じですねすごいですねあの結構一瞬無謀な気もしちゃいますけども、はい、すごい決断力ですよね。そうですねやっぱり ま,まだまだ二十代ですし、いろんな経験をしたいなということで。ちょっと英語の勉強はまだまだでしたけれども、向こうで勉強しようという気持ちでいきました。ええ、でもやっぱりこの熱い思い、気持ちがあってこそ。この英語にも前向きに。捉えて頑張って、鍛え続けてきたと筋肉と一緒で、英語圏も高めてきたっていう。はい、今の活躍にもつながっていらっしゃるんですかね。そうですかね、ありがとうございます。はい。本当に素晴らしいなと、今伺ってて、も改めて思いました。はい。 やっぱりこれからもその英語と筋肉で世界を開いていきたいなっていう思いもありますか。そうですね。はい。僕あの筋肉留学中にこう何をしたかなんですけれども、ちょっとそういう話逸れてしまって申し訳ないですけど、あのまあ、もちろん英語の勉強が最初1からスタートしました。で、僕はあの自分でコメディーショーを開いて英語のみでショーを開いたりとか、あと映画を作って上映したりとか、でもちろんテレビのオーディション、映画のオーディションとか C.M. のオーディションも受けました。はい。それはもちろん英語でやるので、そういう時もしっかりその。 オーディション用の英語を勉強したりとか、コメディションも自分のネタを全部英語でやるので、一からしっかり覚え直したり、で英語の台本、えー、映画の台本もまずは日本語でその時は書いてで、知り合いの日本語と英語ができる人にちょっとお話しながら英訳してもらって、で実際に映画を撮ったりとか、そういうことをやっておりました。はい、ありがとうございますなので、筋肉留学からもちろん帰ってきたタイミングは、えー、学生ビザで5年間だったので、しっかりと。 サンタマリがカレッジを卒業して帰ってきたんですけれども、僕の中ではまだその筋肉留学というか、そのアメリカへの挑戦は終わっていないというそういう感じですね。すごいですね。なんかもう改めてすごい人だったんだなってね思ってしまったんですけれども。ありがとうございます。うん、あのお笑いの方では褒められたことがないんですけどね。はは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 。いやでも本当にね筋肉にとってこの英語を始めた。 ことこそが、はい、この大きな人生の転機になっているということですよねそうですね本当に、うん、かなり変わりましたね<え>、はい、本当にこの筋肉の英語を始めたことそしてチャレンジしたことで開いてきた世界お話を聞いていても本当にワクワクしてこれからの筋肉の先にもどんなことがあるんだろうなんてね楽しみになってきましたけれども、はい、坂根さん今のお話をお聞きになっていかがですか いやはい、本当素敵なお話ありがとうございますいや特になんか留学されてただ勉強してただけじゃなくて実際にその芸能活動を現地でされてたっていうところにすごい感銘を受けました、はいでまあ、昨今ね、まあ、本当筋肉さんみたいにビジネス目的だけではなくてもう英会を始めるきっかけがいろいろ多様化してると思うんですね、まあ、その中でね筋肉のように好きなことのためにこう実現するために英語を使って、まあ、英,語で英語を使って挑戦していくってことは本当に素晴らしいことだと思っております で、あとまあ金にさんみたいにまあチャレンジする、まあ一歩踏み出すというところでそのきっかけがにきっかけをこう DMM 会がお伝えお手伝いできてこう DMM 会を使っていただいて良かったなとこう思われる瞬間をねこう皆さん感じていただけることがあったらそうすごい私は嬉しいと思っています。はい、はい、ありがとうございます。そうですよね。もう今英語を学習する目的っていうのもいろいろ多様化してますので、やっぱりまずは。 始めてみるそして楽しく続けてみるということも英語で世界を開いていく一つの手段になるかもしれないですねさあでは2つ目のテーマに行きたいと思います、はい、続いては英語学習のコツということで、まあ、金二君にはあの英語をとても苦労したというお話も聞いてるんですけれども、はい、どうですか留学中に何かこう失敗談英語での失敗談とかあったりしますかなるほどそうですねだから僕はもう本当に もう中学生の最初の英語の勉強法ぐらいから行ったので最初は語学学校というところに行きましてそこで英語を毎日勉強するんですけれどもでなんかある程度学校の中でみんな仲良くなりましてで週末にちょっとじゃあみんなでバスケットボールでもしようみたいな感じでお出かけして公園で,はいでなんか飲み物持っていくねとか食べ物じゃあ持っていくねみたいな,なんかそういう会話している感じがあるんですよ。僕はその時まだ全然かからなかったんでですけど雰囲気で っっててていう感じでこう入っておりましてで最後に分かった、じゃあ何時に何で集合みたいな感じの時最後にあの僕に指さしてある人がであのスニーカーを持ってきてって言ったわけですよ、忘れないでとスニーカー。で、僕は思ってたんです。 ではわかったと思って、その時は英語全然わからなかったんで、だからみんな食べ物とか飲み物の話をしてたので、お菓子かなと思ってあのスニッカーズっていうまあチョコレートバーみたいながありましたアメリカで、あそれでと思って人数分持って行ってこうバって持って行って持ってきたよって言ったら、みんななんか、oh, oh. oh no oh my god って言われて、であれと思って聞いたらあのスニーカーえ言ったよねと最後スニーカーで、あそこで気づきましたよ、あスニーカーじゃあのスニーカー を持ってきてきだったのに間違えて僕スニッカーズと思って食べ物の話してたからでそれ人数持って行ってもうみんなで <laughs> 勘弁してくれよ Oh no! っていう感じでちょっと失敗したなっていうのはありましたね、はい、でもやっぱりこうなんていうんですかあんまり雰囲気ながらも積極的にその会話の中には入っていこうとされてたんですねそうですねはいもうやっぱりあのその自信ないのはもうみんななんで,でアメリカの方で僕がいた地域はロサンゼルスですけども特に その喋れる人喋れない人というよりも,もう自信なく引きこもっている方が仲良くないとされていたので、はい、もうできないなりにでも一生懸命入ってはいきました。 やっぱり片言英語でちょっと自信がなくても、やっぱりその伝えようとするきめ、気持ちを持って入っていくっていうことが大事なんですね。いや、それ大切だと思います。はい、うん、増田さん、今のお話聞いてみていかがですか?。はい、あの、すごい興味深いお話聞かせていただきました。すごい面白いなと思っていて、あの筋肉がやっぱ共通言語になってらっしゃったんだなというところですね。はい、あの筋肉のあのお話にあった通りに、あのやっぱ英語が片言でも、その相手に伝えたいことだったりとか、はいはい、その会話したいっていう気持ちですかね。 そういうところがあればあの外国の方でも心にかやっぱ通じ合ったりとか伝わったりってそういったことがすごい出てきてくるんだと思います。はいはい、あの英会話ってやっぱその英会話なので英語とのスキルだけじゃなくてそのコミュニケーションのところのスキルというところも大事かなと思ってましてあの DMM の英会話でもその そういったツール世界の先生たちとその会話を楽しんでいただくというところをもっと大事にしていきたいなというふうにまあ感じますそうですそでよねやっぱりあのなんかその英語の,その文法だけとか単語を知っているかというだけが会話とはまたちょっとね違うとき時ありますからね,ねはいやっぱり DMA 会みたいにそのレッスンでこうやっぱ実際にねこうお話しできるわけじゃないですかその時の空気感の感じとかあこういう感じでみたいなそういうのもつかめるので。 やっぱすごく、やっぱりこう英会話としての勉強は、英会話としての勉強でやっていただきたいなと思います。ありがとうございます。そうですよね。単に単語を知ってるだけでは会話にはならないですし。うん、やっぱり会話ってね、人と人ですから、ね、雰囲気見ながら入っていくっていうのも大事ですもんね。はい、会話力も大切になってくるということですね。 はいといととうことで先ほど筋肉君からも片言、英語でも、ね、諦めずに、まあ、雰囲気だけでも分からなくてもこう積極的に会話に入っていくっていうことがありましたけれどもこの積極的に入っていくこともそうですが続けていく積極的に続けていくってこともなかなか難しくて簡単なことではないよなっていう思ったりもするんですけども筋肉なりにこの英語学習を続けていくためのコツって何かかありりますすそうですねやはり、まあ、その短期間ですぐに、ね、できる。 時もあればなかなか自分の苦手な分野はちょっと時間かかったりっていうのもあると思いますのでなんかやっぱ長い目で見て、はい、とにかく失敗を恐れずにチャレンジしていくっていうのは一個頭の中に入れていただきたいなと思うんですよ。っていうのはやっぱり新しいものを習ったりするときってやっぱ失敗したらどうしようとかちょっと恥ずかしいなっていう気持ちでその継続したいのになんかやる気がなくなるっていうこともあると思いますので。もうまずは 失敗するのが前提だということでそういうような感じでスタートをするとちょっと失敗したところで別にやる気がなくなったりとかってないと思いますのでもうまずは失敗はするのは当たり前と思ってそういう気持ちでハードルを下げて挑戦していただきたいなと思います、はい、ありがとうございます失敗を恐れずにハードルを下げてやっていくということですね、はい、坂根さん今のお話聞いてみていかがですか、はい、まさにこう人間ってこう何事も,もこなかなか継続することが非常に難しい 生き物なんですよねそういう中でこうぜひこう皆さんにはきんに君さんのようにこう自分のこうやるべきことこう好きなことを信じてこう続けていくっていうことをこう実践して実践していってほしいなと思っておりますあとはまあこう受験の時とかに、まああのー、いろいろこう勉強することがあると思うんですけどその時に何でしょういろいろ手を出すよりもまあ一冊の参考書を読み込んで、まあ、それをもう何でろう もう一ページからも最後のページまで全部こう覚えちるとか覚えてしまうとかそういう経験をされた方も多いんじゃないかと思うんですよ。まあ、そういう中でまあ DMM 英会話もその一冊の参考書と同じように DMM 英会話をこう使い続けて使い倒していってほしいとそういうふうに思っております。ありがとうございます。僕もう一個すればいいですか。はい。はい、お願いします。継続のコツで言えば。はい。やっぱりあの僕も今ちょっと思い返してみて自分がどんな時に一番英語が伸びたかなって思ったんですけれどもそれはやはり自分の好きな 興味のあることについて英語を勉強しているときかなって思ったんですよ。というのはさっきもちょっとお話しさせてもらいましたように自分で英語でショーをやったって言いましたけれどもその自分のネタを英語に変えてあこういうと伝わるのかなっていうやっぱ自分はまあお笑いも好きだったりとかそういうことがあったので,でそれで勉強してたんですよ。その時はが一番楽しくて一番英語が伸びましたのでなんかあの特にこう会話でございますので。 はい自分の好きなテーマとか興味についてのまず英語の勉強から始めるとすごく伸びると思いますのでそれもちょっと参考にしていただけたらなと思います。はい、はい、ありがとうございます好きなテーマでハードルを下げて続けていくっていうことですね。はいそれできっと筋肉のように広がる世界が皆さんにもあるかもしれないですね。もうね皆さんにぜひね想像していただきたいんですけれども今のじ皆さんのその生活でもし英語が話すことができたら。 もうこれをちょっと想像していただきたいんですけれども、もうお仕事ではもちろんだと思いますけれども、プライベートにおいても、かなりいろんな活動とか考え方の幅も広がると思うんですよ、はい、で,そでもそのためには、最初の一歩を踏み出さないといけないということなので、もうね、あのそれはちょっと何かやってみたいなって思っている方は、もうぜひこの d m、MM、m 英会話、ね、挑戦していただいて、皆さんの,その人生の幅を大いに広げていただきたいと思いいいまますすはい、以上でごござざありがとうございます。 ありがとうございます。では最後にぜひこの DMMA 会はエールのポーズをお願いしてもよろししいでしょうか。エールのポーズ、はい。そうなんんですよ。皆さんあの今までフラッシュたけなかったのでここでフラッシュをたいてそのポーズを皆さんにたくさんとっていただきたいなと思いまして、はい、このポーズはもうやっぱりお話をいただいて完成させたいなということでもうねこの1週間1日8時間しか寝ずに。 普段は8時間半のところをね、30分,30分短めにして、もう1日6食しか食べずに考えてまいりました。全然受けないですね今日ね。はい。私受けて,てます。ありがとうございます。<laughs> よかった。はい。じゃあそんな考え抜いたポーズの方をお願いします。嬉しいでしょうか、はい。任せてください。それでは行きましょう。 うん、英会は、トレーニングパワーははい、はいい、ね、ありがとうござましっかりここも見せていただいてね、はい、やっぱりこっちが、ねね、見えないということで、ね、いろいろこうあったんですけれども、全部却下になりましたやっぱこれになりました、<laughs> シンプルな。はい、昨今、いろんなイベントに行ったところですけれども。はい 今日のイベントは参加してみていかがでしたん今日のイベントは参加してみていかがでしょうか、はい、はい、いやもうもちろんあの僕がもう英語勉強はずっとやってきたことでございますのであのそれに関われるお仕事ということで何かこういい体験とかそういったものを伝えれたなということではい、楽しくやらせていただきました若干いつもよりもちょっと掴みづらそうな雰囲気があったんですけどどうでしたそうですね、あのー、なんかあのー 音声がもしかしたら最初入っってなな、ね、<laughs> もしかかしたのマイクが入っていなかった可能性がありますよね。言ってることはもう、あのー、めちゃくちゃ面白いこと言ってたので自信はあるんですけどね。な、は、ぜ、い、かちょっとお笑い声が帰りがなかった感じですかね、もしかしたら記者さんがここ今、距離的にカメラではわからないかもしれないですけど 100m ぐらい空いてるんですかね。<laughs> それで帰ってこなかったのかなとは思ってますけれども、はい、ご本人的には今日は何点ぐらいで今日はですね、いや、でもやっぱり厳しくこういうのは自分の評価に関しては厳しくしたいなと思うんですよ今日はそうですね、99点ですかね、うん、かなり高得点じゃないですかあそうですか、いや、結構厳しめにしたんですけどね、99点、はい、分かりましたじゃあ,あと1問は,はい。 4月ということで新生活なんですけど、はいえー、き筋肉さんこう筋肉、筋肉力、英会話力と身につけて、これプラスして新しく4月から新しいパワーを身につけたいとしたら、ね、やっぱり僕はその、まあ、24年ぐらいですか、もう1年目の頃から、このタンクトップで短パンでやりまして、そしてパワー、これでやってきましたんで、今年はこの英会話のアンバサダーになったということもありますので。 <Power> <laughs> <laughs> はいこちらですねこちらでやはりあの2024年新語・流行語大賞ノミネートしたいなと思っておりますはいパワーですね、はい、パワーを継続していくとそうですねはいでもこれやっぱこう進化してますからね英語発音ネイティブバージョンのパワーになるかなと思っておりますちなみに違いがあれば教えてください違いですか普通にやると パワー、はい、ネイティブバージョンだとパワー、<laughs> <laughs> はい、だからあとはそういうやっぱり英語のね世界にあのー、皆さんにこう伝わるような英語のそういった発音に変えながらのネタもやっていかないとなと思っております。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。英語で自己紹介をしてもらってもいいですか。はい。 Hello, my name is Nakayama Keni-kun. I've been working as a comedian for 24 years. Have you seen muscle comedy? Hey, no? Oh, you guys are so lucky. I'm gonna show you muscle comedy today. Woo. Please make some noise for me. gozaimasu. <laughs> 今の日本語に訳しててももらってもいいですかはい今のはですね私はもう筋肉コメディアンとして日本で24年以上活動しております。はい、ということで拍手をくださいという感じですね。今日はこう日本人の前だと、まあ、やや受けだったんですけど外国人の前で受けるギャグというのがあったら教えてくださいあそうですね、まあ、あの僕普段から例えばよくやってたあたボンジョビの「It's My Life」をかけて。 でスパゲッティにチーズをかけるとかもこうやってたんですけれども、あとはボンジョビのいつまいライフをかけて筋肉飴取りゲームっていうんですけれどもこうお客さん1人上がってきてもらって紙コップを渡してカゴの中に飴があってそのボンジョビの曲でこう筋肉ポーズで動き回ってどこかでかごをひっくり返すというネタなんですけれどもそれをやったときはもう相当ウケましたね。はいあのー、僕さっきの、 時の話でもイベントをやって英語でネタをやりましたっていう時ね筋肉留学中に行いましたっていう話もしたんですけれどもその時もあのリハーサルがありましてでシアターを借りてそのリハーサルももちろんアメリカ人の方なんですけれどもなんかやっぱこう初めてのことで日本のやり方とアメリカのやり方全然違うのでリハーサル中もちょっとなんかこう険悪な雰囲気になっていったんですよ。で時間がない中例えば そのアメリカ人のスタッフの方はいやここからここから,今から休憩になりますとかえもうちょっとこれできないですかとかいろいろあったんですけどもじゃあそれでもうちょっと結構険悪な雰囲気になる中じゃあこのネタのリハーサルしましょうって言ってまあボンジョビのいつまでをかけて僕が登場してきてスパゲティにチーズをかけるいやあっていう,もうそれやった瞬間にもうそのシアターのスタッフのアメリカ人の人たちがもう大爆笑しましてなんだこれはって言って。 であの最後こう、スパゲッティにチーズをかけて、やーのところで音をフェードアウトということで、英語のそうした台本も渡してるんですけども、も何回やってもフェードアウトなりませんでした、でもう一回止めましょうとか言って、で何回やってもならないのでちょっと上の方にに、ね、音響さんのところ行って見てきてくださいって、日本のスタッフの方言ってもらったら、でまたならなかったんですよ、でやっぱりよくよく聞くと、もうスタッフの人が笑いすぎて、全然仕事をしていませんと。 でも聞いたらこうよわけわからないらしいんですよ、このなぜか。ボンジョビのあの曲で、いっつ l ライフで、なんかアジア人が出てきて、マッチョのやつが出てきて、裸でスパゲティにチーズをかける、はい、このネタは一番ウケましたね、あとはでも本当、いろいろウケましたよ、さっきの,あのアーノルド・シュワルセネガーの下りもコメディーショーでやりましたし、あと、アメゲームとかもやっても、もう、なんか日本と同じ反応でした、筋肉ルーレットやってもすごいウケましたし、なんから 基本的にやること、同じことやっても、同じ感じじ感感で受ける感じがしましまたね日本よりやっぱり手応えがあるんですか、海外の方あそうですね、日本よりというのは、まだ何とも言えないですけれども、えー、とやっぱりこうコメディーを見るとか、なんかそういうときのお客さんの雰囲気が日本とやっぱり違いますので、なんとなくこう比べるのは難しいんですが、もう盛り上がり方はすごかったです。もうふわーって,言ってなんかその 日本の受ける感じとはちょっと違うので、だ手応えはすごくありましたね。これだけ英語ができると。筋肉が通訳をやることはできるんですかこれはその厳密に言うと、あのちょっと難しいんですよ。っていうのは英語というのは自分が勉強したことに関しては喋れるんですよ。やっぱやったことないことに関しては、やっぱり専門。 ななわけなんですよ例えば何年アメリカにいても僕の場合ですと向こうのアメリカに4年半いたんですけれども基本的に例えば病気して倒れたこともないのでじゃあ病院に行ったときのこうチクチクするとかヒリヒリするが言えるかやっぱ言えないんですよ。はい、そういったものでなんか英語っていうのはやっぱそういうなんか海外にいたら全部しゃべれるんでしょうとかなんかこうイメージがあると思うんですけどもやっぱりやったことしか身につきません。はい、なのでもしかしかたら えー、例えばなんでしょう、ね、英語は勉強してたけれどもコメディショーはできてステージでこうやってできたけれどもホテルで受付しましたなんかじゃあ予約してましたっていう練習をしてないとやっぱそこは喋れないんですよで5年もいてもそんなホテルもできないのっていう人もいれば日本からアメリカも行ったことないでも旅行でホテルに行くからそこの勉強だけしてたこっちの人のができる可能性はあるとかそういうことなのでやっぱり通訳とかはメジャーリーグで通訳の枠が1個空いたんですけど <laughs> はい。 あそうなんですか <laughs> え、そんなことがあったんですか、どこの枠がいたんですか日本人メジャーリーガーの通訳の枠がいたんですけど、はいはい、どうですか、挑戦してみようとは。あそうですね、僕はやっぱりこう通訳というよりは自分でパフォーマンスをする方が好きなので、そこへの挑戦は、今のところ考えていたい人がいたら教えてください,、はい、いやもうそれはもう若い人は若特にですし もうとにかく海外に興味があるとかなんか自分の生活を変えてみたいなとかもう何でもいいんですけども何かに挑戦したいなと思う人にはもう皆さんやっていただきたいです、はい、これはもう本当にもういろんなことを考え方が変わったりだとかその行動の範囲が変わったりだとか,なんかいろんな文化を勉強できたりとか本当に得るものが多いので何かちょっとやりたいなと思っている方それが見つからないなという方はとりあえず英会話やってみていただきたいなと思います。大谷さんにもおすすすめですか 大谷さんにもおすすめはおすすめですけども、まあ、その野球がね本業だと思いますのでそのもし英会話を勉強したいというふうな考えがある人だったらもちろん DMM 英会話おすすめです。